よう。ああ、今朝は空気印の仕事か。そう、遅刻した人の取り締まり。まだ遅刻じゃない。それは分かってるってば。声かけたのは取り締まるためじゃないし、いつもはアキトと一緒だけど一人だったから珍しいなって思って。アキトはサッカー部の助っ人で朝練に参加している。助っ人ね。あいつもそういうことするんだ。あ、そうそう、今日店設備点検があるから臨時休業、来ても空いてないよ。分かった、アキトにも伝えておく。父さんがやってるお店の常連ってだけだよ。同じ高校ってことも最近知ったばっかりだし。それより真面目に仕事しなくちゃでしょ。どうだこのアイディア、お前ら褒めたたえていいんだぞ。そんなドヤ顔するほどいい案だった？発想がユニークだね。それに僕のロボやドローンも加わればさらに。お？すみません、上白先輩、空気印です。ずいぶん荷物が多いみたいですが、そっちの大きなカバンは何ですか？ああ、これかい？安心してほしいな、学校では決して使用しないとも。いえ、使うかどうかじゃなくて中身についてお聞きしたいんです。こんな明らかに怪しいやつに真っ向から行くとは、この一年度胸があるな。おや、知ったら後悔するかもしれないよ。それならなおさら学校に持ち込ませるわけにはいかなくなっちゃうんですけど。確かにね、カバンの中身は彼女の持ち物をメンテナンスするために使う工具だよ。あなた B 組の子だよね。上白先輩が言ってること本当？うん、私が頼んだ。今日どうしても必要で。まあそういうことなら今回だけですよ。次回からは没収しますから、そのつもりでいてくださいね。ああ、肝に銘じておくよ。ルイに言うことを聞かせた。この一年できるな。ん？何が？立てても何も出ないよ。さて、門も閉められたし、私たちもそろそろ教室戻ろっか。え、でももう門は閉まってるし。あ、よっと。あ、瑞希？あれ、二人も遅刻？そんなわけないでしょ。っていうか、門飛び越えるなんて危ないでしょ。このくらいじゃ怪我しないよ。他の人が危ないって言ってるので、遅刻は遅刻だからね。あとほんのちょっと早く来てたら間に合ったのに。お昼登校が多い僕にしたらめちゃくちゃ早い方じゃん。それはまあ確かに。でしょ。じゃあせっかくいつもより早く来たんだから授業をちゃんと受けなよ。はーい。あ、ねえねえ、今日お昼一緒にどう？まだ1時間目も始まってないのにお昼の話？いいじゃんいいじゃん、屋上とかで食べようよ。はいはい、しょうがないな。ほら教室行こう。